これがね、ちょっととても直接的に感じるんですよ。愛の淵へとかでいいかも。ちょっとドキッとするんじゃないそうそうそう、暴れるでいいんじゃない。あ、暴れるか、うん、そうだね。ささやき、そう、そういう音か。あ、じゃあそれだ。ささやき、そうそうそう、そうそうそう、あの優しい言葉をはめていくと、はいはい、まあ、懐に入りやすくなるね。うん、簡単に言うと分かっておくれみたいなことなんだけど、うん、これは本能ですよみたいな。そうそうそう、てか君たち本能に蓋してませんかみたいな。そういうこと、そういうこと。唇が大きくてよかったね。アウトカーブ書いたから、そう、アウトカーブ。やらしいことしたね。あ、いいね。いいじゃないですか。正面向くとジョーカーになってる。両方になってる。片側ずつか。セクシーでロマンチックでもあるんだけど、傷口みたいな感じじゃない？口っていうか、あの女子が赤い口紅とかつけるとなんかそういうのをこうガバッといく若いガキのオスじゃないんだよね、うんうん、その歌詞にも出てるんだけど、そのすごくその性欲者的なことじゃなくて、二人称で女性に対してその支配的とか攻撃とかいうことじゃないセリフっていうのをね、ちょこちょこあの入れ直したんだよ。要はやっぱりね、40代50代のイケとる男のそういう色恋だから、喉が渇いた若い一匹狼みたいなことじゃない。唇開いてゆけ、だからもうジェイもうジェイ体が違う、分かる、口の中るさじゃなかったんだ、体が違うからさ、抜いたんじゃないの、形が分かる、もうジェイ体が違うからさってこと。そうやってみんなで俺を、ね、いじめるな。褒めてないよ。そうだっけ。かっこよく見せるためにやった。見せるためにばっかり詰まっちゃったね。ピカさんがお願いしたから。いや、もうミシェルの上野くんが一番まともに見えちゃった。それも問題ですね。俺と上野は若手は外してもらってもいい。ほら、だからこことここは世代が違うから。いや、同じじゃん。同じだよ。だって50代じゃないの。君でも世代ギリギリ違うんだよ。あ、そう。僕4、ちょうど40。39です。あ、39代だ。30代だから、こういう感じだね。違うじゃん。こう君どっちかっていうとこっちだよ。
悪い唇、ワイルドアリーです。ちょっとじゃあ一回これ話、ただその男の方がすごいその支配をして強制してるっていうことではない、うん、そこが大人感になるかどうなのか、なんだか映像で表現するのは難しいですね、うん、設定として、まあ、この A の町から B の町へ車で移動していくっていう、その中で唇がモチーフで出てきたりとかするっていう、はい、でこのフェラーリも512でしょ、俺のやつでしょ、あ、まあ、それでだいぶおじいちゃうかも、まあ、もはやそれ若者じゃないやつは乗らないですよ2人いる俺の髪型とかメイクとか一緒でいいの、ひょっとしたら例えば1人ぐらいグラサンがあってもいいんじゃないかっていう意見があったりとか、はい、グラサンよりねもうちょっとなんかない、あのここに星がついてるやつ、 なんかちょっとだから例えば、うん、リプリカントこんなついてたり、ね、こういうスプレーああいう感じでなんか考えて、あでもキッカーもそれやっていただけるんだったら、だから別人ですよって、うん、やる方向をこっち方向で、うん、でもうだからこっちだけピヨンってなってもいいし、うん、なんかそういうのがいいかなと思う、うん、俺たちは構わない、危ないやつ、完全に危ないやつ、戦わなかったら何するんだろう、を上げると不死身になるんですけど、飽きたってなんですか、招いてくれ愛は口へ、すごい OK、 はい、はい、では行きます、スタンバイ、本番スタート。ありがとう。ありがとう。で次は何をやるんですか。今屋上に立ってる。あそこに立つの俺。いや昔ステージがまあ面から飛び降りたりしてたんで。してましたよね。でも一回かかと折れたけど。ヒカさん低いですか、大丈夫ですか、ちょっといやこれ怖いね、こういうの全然ガンガン登っちゃうんだもん、街をずっと見分けしてるということでいいんですか、じゃあ目は動いてていいの、動いてた、動いてた、カメラマンさんってのよくこう高いところ平気だよねありがとう、何回だったの、 OK、 はい、 OK です、実際のビルのベルト最悪です、最悪ですよね、あのキクリとも動かないで唇開いて行け、愛は少々の I love you so アンジェネレッツ分かっておくれ、聞き分けもない悪い唇、悪い口でろ、ハッハッ悪い口でろ、ハッハッ悪い口でろ、ハッハッ、お疲れ様でーす、明らかに俺なんだけど、こういうメイクして全然違う名前のあのバンドっていうのがいいの、前に出てお疲れ様でした、お疲れ様でした、頑張ってください、